反り腰を改善したい。気になる部位が太くならないように細くしたい。毎日行える全身運動を知りたい。とにかく痩せたい。そういった方におすすめな初心者メニューを紹介します。スマホ見ながら一緒に頑張ってください。まずは正座の状態で体を回していきましょう。右左と体を回していきましょう。まずは体幹部のストレッチです。腰、股関節、お尻が硬いとうまく使えませんので、しっかりね、初めにほぐしましょう。OK、今度は膝を開きましょう。足先はひっつけておきましょう。このまま座ったら立つ。股関節を前に突き出す感じで、前もも、腸腰筋、お腹をストレッチしましょう。股関節出しながらお尻しっかり締めます。これだけでも結構ももがね疲れてくると思います。OK、 今度は楽に座った状態で上半身を動かします。自分の肩を触る感じで手を上下ひっくり返しながら胸と肩甲骨を伸ばしましょう。足はねこんな感じでもいいです。楽な座り方でやってください。徐々に運動に入りますんで。はい、 OK、 それでは出ましょう。膝を抱えてキープ。できればちょっと体を起こしてみてください。お尻と腰伸びてればいいです。首が疲れた人はね、寝たままでもいいです。ちょっとお尻持ち上げる感じで膝抱えてください。OK、 今度は足を曲げて足閉じて体を起こした戻る。息が止まらないように息を吐きながら切れるところまででいいです。腰を丸めるイメージ、背中を浮かせます。OK、 今度はあぐらを組みます。この状態で体を起こす。起こしたら足を抱える。腹筋使いながら腰とお尻を交互に伸ばします。はい、次は反対です。起きたら膝を抱える。どっちか腰が痛いよっていう人はね、痛い方は軽く足抱えてください。痛くないように無理しないように。自分のペースでやってください。 OK、 今度はカエル足で体を起こします。3、2、1
切れるとこまででいいです。マイペースでいいです。首疲れる人は頭持っててもいいです。できれば脇は開いて、オッケー。今度はうつ伏せです。手で床を押して体を反らします。降りるときはゆっくりです。ペースでいいですよ。オッケー。今度はお腹がつかないように、お腹つかないように肘を曲げて戻る。降りれるとこまででいいです。お尻があんまり上がらないようにね、お尻も一緒に体を倒す。できれば前のももが床につかないように。肘が曲がるのは少しでもいいです。OK。今度は膝を曲げて、両足上げる。腰を尻、もも裏を鍛えましょう。しっかり上がる人はね、グーってやってみて。もし難しかったらね、少しでもいいし、片足ずつでもいいです。自分のペースでやりましょう。OK。 今度は肘ついて、このまま止まりましょう。ずっと止まっとくのって結構大変なんで、ちょっと体をね、左右に動かしてもいいです。腰が痛くなりそうな人はたまに降りて休んで、また上がってもいいです。最後までいきましょう。OK。 今度は寝たまま、膝の曲げ伸ばし、かかとがお尻につくぐらいね、一気に曲げましょう。このまま体を左右にひねります。足遠くに持っていく感じで、スマホ見ながらやりましょう。今度は四つん這いです。腰を丸める動きをします。あんまり反らないように、まっすぐから丸めるだけ。お尻を締めるイメージで、
少しです。 OK、 それでは下半身メニューに入ります。つま先を開いて中腰、体を揺らしましょう。スマホ見ながらね、上半身は楽に力を抜いてください。下半身は中腰、ちょっとお尻をね、後ろに出したり前に出したり、股関節ストレッチするイメージで。今度は縦に足を開きます。このまま後ろのかかとを上げて、こういう感じ、上下に動く感じで、後ろのかかとを床につけながら前足が自然と曲がるイメージ。後ろ足のストレッチをしながら前足はスクワットです。このくらいでは太くならないんで安心してください。しっかりふくらはぎを、ね、伸ばしてください。膝が曲がらないように。 OK、 反対も一緒です。後ろ足のかかとを床につけるイメージ。あんまり前かがみにならないようにね、まっすぐ真下に降りる感じでかかとをつけましょう。ここのね、前もも股関節周りが伸びると思うんですが、痛い人はちょっと足を狭くしてやってください。いける人は広く。 OK、 で今度は両膝曲げて前後に動きます。後ろの前ももが痛い人はちょっとつま先を開いてください。前後に動かします。前足の膝をね、動かすイメージ。OK、 よっしゃ、反対です。最後です、頑張って。前後に入れて、あと少しで終わります。OK、 お疲れ様でした。何度も見ながらやってください。